町田市立国際版画美術館で7月17日まで出来事との距離と題した展覧会が開催されています。過去と現在のアーティストが時代や立場によって表現が変わるニュースや戦争などのテーマとそれぞれどう向き合ってきたのかを考える内容となっています。今見せしている作品が18世紀のスペインを代表するゴヤによる戦争の賛歌というシリーズの1枚です。ある村にフランス軍が侵攻して村の人々が逃げていくというふうに言われています。お金の袋を持った聖職者が描かれていて、自分の欲望を優先する人もいるし、人間臭いところも描かれていて、見どころのある絵だと思っています。この作品は西南戦争に関わる作品です。西郷隆盛は賊軍というか、反乱軍になってからも庶民の間では人気があり続けたんですね。戦争の終盤の時期に火星が接近したということがあったんですね。お星様があって、その中に西郷さんがいるという変わった絵なんですけれども、必ずしも本当に起こったことだけじゃなくて、心の中の真実っていうのがいつの世もあるんじゃないかなっていうのを考えさせる作品です。今も昔も実は同じような葛藤をみんなが抱えていたりということが、今回の展示を通して伝わったらなと思っているので、ぜひ足を運んでいただければと思います。